こんばんは。ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。明日3月29日木曜日の全国の天気をお伝えします。アイコンで確認していきましょう。明日北日本を寒冷前線が通過するため雲が多くなります。特に東北や北陸ではだんだんと雨が降り出してきますので、お出かけの際は雨具をお持ちください。そしてこの雨の後は寒くなりますので、服装でうまく調節をしてください。一方東日本、西日本では高気圧圏内となり、明日も日差しが届くところが多くなります。昼間は今日と同じくらい気温が上がります。ただ朝晩は冷えますので、1日の寒暖差に注意が必要です。また花粉の飛散量も多くなりますので、しっかりと対策を行ってお過ごしください。以上、全国の明日の天気をお伝えしました。それでは皆さん、今日も一日お疲れ様でした。